ジャン君、おはよう。おちゃんもおはよう。両方とも背中です。はい。おちゃんがいる。そしてポンちゃんもね。はい。はい。朝一番のブラッシングです。はい。ぼんちゃん、ぼんちゃん。ポンちゃん、あ、ジャン君尻尾踏まれてない？はい、これだとよく取れるんですよ。ポンちゃん、ジャン君はこれじゃないとね。あ、ちょっと毛がいっぱい溜まったから瓶に入れよう。ポンちゃん、ハミネーターいけるかな。ハミネーター。ハミネーター当たりがちょっと硬いからね。そうだね。よくしてくれて。でもごそっと取れる。工夫してみよう。あとは爪切りもチャレンジしたいね。したいね、したいね。うんうんね。ジャン君。今日は千葉の北西で地震があったそうです。さっきここもちょっと揺れてですね、ジャン君は必ず揺れるとキョロキョロして、机の下に逃げ込みます。それはそれでいいんですよ、ジャン君、正しいです。机の下かキャリーの中に入ってくれるとありがたいです。ポンちゃんなんですが、結構揺れていてもじっとしています。度胸があるというか、なんというか、それだとですね、ちょっと困るんだよね。ちゃんと逃げてくれると、ありがたいんだけどな。ポンちゃんはどこ行きましたか？左だね。でもポンちゃんはさ、捕まえ、すぐ多分捕まえられるっていうかさ、ね、ポンちゃん。その場合、人間があんまり慌てたりしない方がいいね。そっとひょって持ってキャリーに入れるね。ポンちゃん、あんまり、変なとこに逃げ込まれるよりは、じっとしててくれた方がいいかな。地震対策を考えておきましょう。またいつもさ、やろうやろうって言ってなかなかできてないのでね、
グッズもちゃんとあるかを確認して何をどう持って逃げるのかっていうのをねやらなきゃね。ねえ、ご飯だってさ、行ってくるね。ご飯食べてきました。帰ってきましたよ。ポンちゃん。ポン。ポンちゃん。ジャックがご飯食べてる。はい。ポン。はい。あいで。あいでで。ポンちゃん、ジャン君がいい音させてるね。ポンちゃん、どうぞ。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、おやすみ。ジャン君暗がりにいるけど、ジャン君もおやすみ。